はい、皆さんどうもこんばんは。初めての選挙戦、生まれて初めての選挙戦でしたので、終わって、まあ、正直なところはちょっとほっとしているところではありますが、しかしながら、多くの皆さんにご支援をいただき、いろんな演説、街頭演説の会場でも、集会場でも、多くの人たちが溢れるぐらいに、会場に溢れるぐらいに集まっていただき、本当に私は心から感謝をしております。先ほど柿澤さんからお話があったように、NHK で速報が流れたようですので、これは、まあ、間違いなく敗戦の弁を述べないということになると思いますが、まあ、準備不足というのももちろんありましたし、実は選挙戦中には私の昨日日本のことを報道されて、週刊誌等のいわば選挙妨害に近い形で、そういう影響もあったと思いますけれども、基本的にはやはり私の力不足、力が及ばなかったということがおそらくこの結果につながっていると思いますので、期待をしていただいた多くの都民の皆さん、そして一緒に戦っていただいたこちらにいらっしゃるスタッフの皆さん、ボランティアの皆さんには本当に心から私は申し訳ないという気持ちを率直に述べさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。このあたりのですね、選挙の協力だったりとか交換についてはこれは参議院選挙の時から私は思っておりましたけれども、今日本の与党自民公明という勢力に対抗していくには野党が一つにまとまらないと絶対にダメだというのを私はずっと思っておりまして、参議院選挙の時にと思って、小選挙区で11勝、本当にここでも大分県なんか本当に良かったなというふうに思ったぐらいです。これはおそらく野党がバラバラに戦っていたんでは絶対に勝利はなかったというふうに思いました。で、引き続き都知事選挙でも野党4党そして、市民連合生活センター連合などの、皆さんと共闘することによって、私も結果的にはこういう結果になりましたけれども、十分な戦いができたと思います。最後の最後のところは私がやはり力不足で力及ばず、皆さんのご期待に沿えなかったということにそれに尽きると思いますが、野党4党は絶対に今後も必要である。次の衆議院選挙にはぜひ野党4党は統一して戦っていただきたい。これは私からの戦ってみた上での要望でございます。改めましてですね、先ほどはほっとしたというような言葉があったと思うんですけども、はい、選挙戦を振り返っていかがだったか、いかがだったかということを申し上げます。最初はね、やはり準備不足でしたからね、大変だったんですけれども、まあ、徐々にキャッチアップして、まあ出馬会見をした日から入れると19日、20日ぐらいあったんですけれども、まあ、それなりに走り抜けてきて、私は生まれて初めての経験をさせていただきました。これは本当に得難い経験で、おそらく私の残りの人生にこれは生かしていきたいというふうに思っております。まあ、手応えはあったという、本当に手応えありました。だから私は十分に、戦い、皆さんも一緒に戦ってもらったし、私も戦ったということは何の後悔もありません。準備不足に加えてですね、今回その週刊誌報道が出たことというのも、まあ、勝敗にこう影響したのかということとですね、まずその件について改めてコメントいただければ。まあ、それは影響あったかどうかは私は測る物差し持ちませんので分かりませんけども、まあ推測するに、まあ、多少はあったと思いますね。
で、これについては、まあ、法的なちゃんと措置を取っておりますので、詳しくいろいろ不足と述べるつもりはありませんが、まあ、なかったといえば嘘ですよね。あったと思います。中島さん、いかがでしょうか。ちょっと、途中からお願いします。時事通信の斉藤です、よろしくお願いします。鳥越さんにとっては、残念な結果になったかと思いますが、鳥越さん自身今後はどう、都政や国政、に関わっていくのか、それから今後の活動について、一言お願いします。もちろん一都民として、東京都政については私今回得難い経験をしましたので、十分報道の現場の人間として、まあ、ちょっと行方を見守っていきたい、そしてチェックすべきところはチェックしたいというふうに思っております。これで終わったからもう東京都政は関係ない、そういうことはないと思っています。日本テレビの鈴木と申します。先ほど準備不足だというふうにおっしゃっていましたが、具体的に何が足りなかったとお考えですか。最初は参議院選挙の開票を見て決めましたので、その時点ではですね、東京都政については十分な政策的な要因もありません。これは正直なところです。そういう意味では準備不足であったと思います。ただしもう本当に数日のうちに、政策的にもちゃんときちんと公約を皆さんに発表しましたし、そして自分も心の中に気づくものがありましたので、次第にそれは解消されたというふうに思っています。それは皆さんが街頭演説をお聞きになってもそういうふうに思われたと思います。まあ最初のところと最後とはおそらくだいぶ違ったんですが、伊藤です。選挙戦お疲れ様でした。いろいろと鳥越さん自身も都政に思いっていうのは募ってきて選挙戦だったと思うんですけれども、新しい都知事に望むこと、期待することっていうのを教えてください。小池さんが当選ということに当確が出てますね。小池さんにはお祝いの言葉をまず述べさせていただきたいと思いますが、都知事になられたらですね、やはり、選挙中に公約をいくつか述べておられましたけれども、その公約をですね、きちっと実行していただきたい、というのは一つですね。特に待機児童の問題、それから待機高齢者の問題、介護の問題、こういう点についてはですね、やはり、ちゃんとしたきちんとした、効果のある政策を補正を行っていただきたい。これ やっていただかないとですね、私たちはまた声を上げるということになります。それはぜひ望みたいと思います。それからどうしても私の脳裏から離れない言葉があります。これはボイスという雑誌の中で小池さんが核武装の選択肢は十分にあり得るというふうに述べられていたことです。これについて私は本当に今でも怒りの気持ちで、核武装をあり得るというような人が東京都知事になっていいのかというのは正直なところを思ってますので、その辺は今後ともぜひ私、小池さんが知事になられた後の伝統にはちゃんと注意を払っていきたい、開始をしていきたいというふうに思っています。よろしいでしょうか。読売新聞の畑井です。お疲れ様でした。宇都宮さん、告知直前で忙しかった宇都宮さんに関することなんですけれども、鳥越さん自身、宇都宮さんの政策を十分に生かせたかどうかというのとですね、最後まで宇都宮さんのちょっと応援が入ることが実現しなかったということについての受け止めをお願いします。率直に言って、宇都宮さんと一緒に行動できなかったことは残念に思っております。
政策的にはできるだけ宇都宮さんとお話をさせていただいた中で、できるだけ反映をしてきたつもりです。もちろんここに具体的に、言うとこれはどうなのかということはもちろんあるかもしれませんけども、私としては宇都宮さんの心はちゃんと受け止めて平和と憲法を守る、そして非核都市宣言、核武装しない、原発ゼロというようなことはですね、きっちりとこれは宇都宮さんと全く変わらない立場だと思っております。記者の皆さんどうもありがとうございました。